こんにちは、ミツラボの石丸です。今回は3次方程式を扱った問題を解いていきたいと思います。それではビデオを止めてこの問題を解いてみてください。はい、それでは解いていきたいと思います。この問題は3次方程式なんですが、実数の二重解を持つとき A の取り得る値の和を求めようという形なんですが、まあ無論 A の取り得る値がパッと出るわけもなく、いちいち A の取り得る値を1つずつ求めていって、それを合計するわけになるわけですが、実数の二重解を持つという3次方程式の判別式というものは存在しないので、広広範囲では出てこないので、実数の二重解を持つ時、これを考えるにあたって、この式の因数分解に気づかなくてはなりません。この x に1を代入すると、このきれいに0になるということが、この左辺が、これにまず気づいてください。まあ難しいところだとは思うんですが、まあこの 5a の2乗、2a の2乗、3a の2乗という、この a の係数がなんとなく1を入れたら0になりそうだなというのは、多分少し眺めていれば気づけると思います。なので、この左辺の式が1を因数に持つということにまず気づいてください。そうすると因数分解ができて、このように因数分解することができます。つまり、この二重解というのは、2通りパターンがあって、この二次方程式の部分が、1と、1以外の解を持つ時、それかこの方程式が1以外の重解を持つ時の2パターンに分かれます。なので、この2パターンを倍分けしていて、それぞれについて A の値を求めていきます。まず、1個目、この式を1として、1が1と1とそれ以外の解を持つ時、この時、この1の式の x に1を代入すれば、a の値が求まります。この時この式が成り立ちます。このようになって、この時 A は解の公式から2プラマイルート5ですね、このように解くことができます。はい、次に、いいですね。1が
この1の式が1以外の重解を持つとき、あ、すみません、あとこの時補足なんですが、この a イコール2プラマイルート5が出た時に、この1の式がまあ1の重解ではないということは、まあこの実数の二重解という定義が曖昧なので、まあそこを確認すべきか否かなんですけど、今回は確認しなくても二重解なので、その二重解というものは三重解の集合の中に含まれているので、今回はこの、まあ、この a イコール2プラマイルート5の時、まあ 1の重解ではないんですが、まあ、わざわざ確認する必要はないかなと思っています。1以外の重解を持つとき、1イコール0という二次方程式を考えますの判別式ですね。このように因数分解して1をくくり出すことによって判別式を利用することができます。D イコール0が条件ですね。これは、この形から分乗D イコール0は、この式に同値で、これを因数分解すると、A-1、A の2乗マイナス A プラス4、この A の2乗マイナス A プラス4は、解を持たないので、よって A イコール0、1というふうになります。まあこの1以外の重解を持つとき、というふうに、最初に、目打ったので、まあ、この a イコール0、1の時に1を解に持たないということを、まあ、示したいわけですが、まあ、それは a イコール2プラマイルート5と違うというので、これは異なるため、1をこの時1を解に持たない、この時1を解に持たないということを、確認しておきます。そして、この2パターンを全て網羅したので A の値が全て求まりました。ここで終わってはいけません。求めさせる値は A の取り得る値の和を求めようと書かれているので、1、2から L 和は2プラス5というふうになります。まあ、ここで、まあ、0が出てなくても答えは一緒なんですが、まあ、無論大学入試なので、答えの過程は、書かなければならないので、ここにこの A が A の A イコール0という答えが出てなくて和が5となっていても、まあ、無論減点されるし、ないしはもう×というふうになる可能性も十分あります。なのでちゃんと0というのも、明記しておかなくてはなりません。これでこの解説を終わります。